はい、皆さんこんにちは。ラクムシ研究者の後藤です。今回は田んぼコオロギを採集してみるという動画です。この動画を見れば田んぼコオロギの取り方が分かるようになりますので、動画最後に出します。今日のまとめまでぜひご覧いただきたいと思います。ちなみに私、後藤圭がテレビやラジオに出た時に、ラクムシの魅力、ラクムシ文化について発信してます。このチャンネルでも、ラクムシやいろんな昆虫の取り方関係の動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、始めます。はい。それでは今から田んぼコオロギ採集したいと思います。さあ取れるかな。泣いてる泣いてる、たくさん泣いてます。こういうところにねメスがおるからね、ちょっと掘り出し採集法でやってみようか。結構ね、湿気が多いところとかに田んぼコオロギはおるんですけどね。まあでも意外と乾燥したところにもねたまにいますよ。お、泣いてる泣いてる、かなり近いな。お、カエルや。お、泣いてる泣いてる、この辺で泣いてたね、泣き止んだ。よっしゃ、この辺におるはずや。ちょっとよいしょ、追い出し最終砲。こうやってね、草を踏み鳴らしたらね、大空が田んぼコオロギが草から飛び出してきますから、そこを捉えるというわけですね。おかしい。ヨタカ聞こえますか。今ヨタカがね鳴きながら飛んでましたね。いろんな生き物がね住んでます。ちょっと向こう行ってみようか。こういう時はね場所を変える。おっとおっとおっと、田んぼコオロギ、おっとおっと、おいしょ、おっとおっと、田んぼコオロギ、よっしゃ、よっしゃ、取れた、やった、やっと取れた、田んぼコオロギ。よし、田んぼコオロギ一匹取れました。
こいつはオスやな。やりました、田んぼコオロギの成虫オス一匹ゲットです。やりました、ここで泣いてる。このオルはおったんだ、田んぼコオロギおった。よしよし、入った、2匹目ゲット。よしよっしゃ、またまたやりました、田んぼコオロギオス2匹目ゲットです。元気な田んぼコオロギですよ、今鳴いてたやつ。よっしゃ、またまたやりました、元気な田んぼコオロギ2匹目ゲットです。ミスおらんから、ミスその近くに必ずおるはずやな。メスキンヒバリが鳴いてますね、あの辺りで。聞こえます？あの辺りでね、ヒンヒバリが鳴いてます。ああ、これもゴミ虫か。キリギリスや、キリギリスの幼虫です。カエルがうるさいから向こう行こう。カエルがうるさかったらこのコオロギの鳴き声聞こえへん。おったあった、よしよし、田んぼコオロギや。よっしゃ、よっしゃ、おった。で、よし、あ、どうすやな、おそばっかりや。よし、入った、これもオスか。これもオスやな、オスばっかりやな。今日は田んぼコオロギ成虫のオス5匹取れました。やりました。
元気のいい田んぼコオロギです。今回も動画最後までご覧いただきどうもありがとうございました。